www.videonews.com。こんにちは。こんにちは。今日は2023年の、5月の9日。はい。なんかゴールデンウィーク明けなので日にちを間違えちゃうんですけど、ね。神保さんだけですそんなこと言ってるのね。9日火曜日。みんな普通に動き出してますよ。はい。はい、5月の9日、火曜日。はい。これが9回目のポリティコになります。はい。それでまあ今日は角谷さんのですね。うんうん、立っての希望で、うん、ぜひこれをやろうゲストをお呼びしてこのテーマを取り上げようと、はい、最初にぜひ、はい、なんで今ね、うん、まあ、結構なんとなく政局もさ今、うん、ゴールデンウィーク明けから、うん、まあ、サミットは再来週か19日からあって、うんうんうん、それ終わったらなんかもう一部では一生懸命解散風吹かせようというような動きがあってね、うんうんうん、まあ、各社もずっと、うん、絶対ないっていうふうにもう断定してるんだけど、だけどなんかもう解散は必死であるみたいなことを書いてる人たちもいて、うんうん、まあ、そういう書くの楽しいわけ。で、週刊誌にはもう当落予想まで、そうそう、週刊ポストがやってますね。ポストにもう当落予想で自民党が半数割れなんていうのまで出てきていて、もうね、うん、もっと言いましょうか、うん、もしあっても、いや、これ来年でも再来年でも自民党が勝つし、野党はいつやっても今なら勝てるっていう理屈なんだけど、いや、来年やっても勝てる、自民党は再来年やっても勝てます、そういう感じだね、はい、うん、ですから、うん、今なら勝てるっていう理屈で選挙だっていう人は、うん、いや大丈夫、来年も勝てますよ。じゃあ、まあ、ゲストをご紹介しましょう、はい、立憲民主党の塩村彩香参議院議員です。塩村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、角谷さんのも希望なんですけど、うん、塩村さん呼んでフリーランス法をやりたいと。立憲民主党を、ね、褒めることはほとんどないんです、私ね、うんうん、厳しいよね。厳しい、うん、それは、うん、どうしてか、野党第一党っていうのは、うん、与党と同じぐらい責任がある、うん、自民党の一人勝ちを許してるんだからね。そうそう、ね、それから、うん、寄り添っちゃダメないなんですね、うん、少なくても、うん、最終的に数で負けるかもしれないけど、審議の段階でどうやって少しでもあらゆる手を使って、あらゆる手を使ってギリギリまでいい法律に、うん、または物足りなくても今の段階ではここまで精一杯だけど、うん、やるってことをやんなきゃいけないんだけど、うん、まあ、昨年以来ですね、立憲民主党はほとんど第二自民党風です。仕事してないってことね。仕事してません。野党としての仕事してない。ことにね、例えば防衛費の問題が大きなテーマになった時も、防衛費を上げることは最初から認めちゃったりするところがちょっとあるんですよ。どうしてかというと、杉尾さんの時にも伺いましたけど、参議院は意外と突っ張ったんですよ。自民衆議院は、まあ、ほぼふにゃふにゃ、それでなんか統一教会の時もそうだったし、まあ、ふにゃふにゃです、うん、でこれは自分たちが絶えず選挙があるかもしれないって不安があるから、あんまりこう尖ったことが言えないって、そんなことを言ってたら野党の仕事はなくなっちゃうんですよ。だから、で、維新のように与党のふりしたり野党のふりしたり、こう行ったり来たりしてるのが勝っちゃったりすれば、まあ、都合よくカメレオンができるってことね。そうそうそう、でも野党第一党はそれじゃダメ、うん、もし維新が野党第一党に入れ替わるようなことがあったら、維新だってそんなふにゃふにゃしたことはできなくなる、うん、まあ、苦しむことになるわけ、ね、だからそれは同じなんだけど、うん、野党第一党、長年旧社会党から民主党から民進党から続けてきた立憲民主党はその流れを組んでいるのならば、少なくても野党第一党の仕事とは何かってことは忘れちゃいかんと。そういう意味では、もうこんなに物忘れの激しい野党第一党はちょっと見たことがないというぐらい大事なことを忘れているというのにもかかわらず、この法案は、はい、塩村さんをお呼びしなきゃいけないと思ったのは、フリーランス法っていうのがね、国会でサクサクっとこう出たんだけど、サクサクじゃないんです。本当は去年上がんなきゃいけなかった法律だった。もっと言えば2014年安倍さんが働き方改革を言った時に同時に作らなきゃいけなかった法律なのに、ここまで放置された。これはコロナがあろうかな関係ないですから、これは放置しちゃいけなかったけども、何がダメかというと、官僚も政治家もほとんどフリーランスってものに対しての知識よりも